こんばんばは、ふくりで,ふえるです。今回も一緒に学びを深めていきましょう最後まで視聴していただけましたらとっても嬉しいですよろしくお願いいたします今回のテーマは NTT わかりやすくです。くでまず NTT が実現しようと目指している未来から例えば「スマホは充電を意識せず使い続けられる」 オンラインゲームの配信アップデートが一瞬で終わった。街から事故や渋滞がなくなった。でも、どうやって実現するのでしょうかアイオンで。では、アイオンとは簡単に言うと、通信網のことだそうです。では、どんな通信網なのでしょうかアイ、I, イノベーティブ、革新的な。オオプティカル、 光技術、W ワイヤレス無線 N ネットワーク通信網つまり ION とは革新的な光技術による実現を目指した通信網ということですつまりコンピューターを今までは電気で動かしていたのを光で動かそうとしているということです先に電気の問題点を確認しておくと 電気はコンピューターを動かすために大きな負荷をかけます。なので、情報処理量が多くなるとコンピューターから熱が出ます。結果、コンピューターの性能が大きく落ちるので、情報処理ができなくなってしまいます。するとこれから世界中のデータ量がさらに爆発的に増え続ける時代に、コンピューターが対応できません。一方、光だと、光はコンピューターを動かすための負荷が小さく、 なので、情報処理量が多くなってもコンピューターから熱が出ません。結果、コンピューターが情報処理を続けられます。すると、これから世界中のデータ量がさらに爆発的に増え続けても対応ができます。NTT はコンピューター部品の一つであるトランジスタを世界で初めて光で動かしました。つまり、NTT は大容量超高速超遅延の通信環境を 革新的な光技術による通信網、イオンで実現しようとしている。だから、身近だと、光だとスマホへの負荷が小さいので、充電なしで今までよりも長時間使えるようになる。光だと超高速だから、アップデートやダウンロードを一瞬で終わらせることができるようになる。 光だと交通情報など膨大な情報をリアルタイムで処理し続けることができるので事故や渋滞をなくしていくことができる。そしてビジョン膨大な情報を車とコンピューターの両方で処理し続ける環境の提供で自動運転車の実現に貢献したり膨大な天気情報を処理し続ける環境の提供で地震予測の精度を上げることに貢献したり天気ではつながりにくかった 宇宙空間と地球の通信を光技術だからこそ圧倒的につながりやすくしようとしたりしています。あなたと世界を変えていく NTT。ということで、今回は NTT I オンわかりやすくでした。以上です。今回の動画のご視聴に感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を